壁。どうもこんにちは、篠原です。今回はですね、壁に直面した時の対処法について話したいと思います。はい、壁にぶつかった時ですね、で、皆さん受験勉強している時に壁にぶつかること絶対にあると思います。で、なぜならなんですけど、これ多くの人が勘違いしてるんですけど、なんか勉強したら成績こう伸びるって勘違いしてるんですよね。成績がこっちで、まあ努力というかな、勉強量というか努力っていうのはこっちだとすると、まあ基本的にこうやって成績上がるって勘違いしてるんですけど、こうは上がんないんですよね。基本的にまあ最初はこれで良かったりとかするんですけど、途中で上がんなくなるんですよ。でカンと上がってまたうーってなるみたいなって感じなんですよね。で、皆さんが壁に直面したっていう時はここです。ここはもう本当にきついですよね。何やっても成績上がらない。で、なんかこの辺でもう才能がないんじゃないかとか思い出すんですよ。で、まあ多分ですけど、ここのことを人は壁と呼ぶと、もうこれ以上やっても成績上がんないよ、こんなにやってるのに成績上がんないんだったらもう無理だよって思いがちなんです、この瞬間って。で、ここが大変なんですよね。一生懸命この期間で諦めないこと、諦めなかったらいいんだけど諦めないことっていうのは本当に大変で、しかも人によってはこの壁がなかったりするんですよ。なんか才能があったりで、多分あなたもなんか特定の分野だとこの壁がなかったと思います。人によるんだけど、例えばゲームとかね、ゲームなんか俺やればやるほど上手くなるわとか、で料理とか、料理私やればやるほど上手くなってるよとかね、あると思うんですよ。部活もそうかもしれない。なんかいきなり上手いのもあるんですよね。で、そういうのもあるから、なんか友達とかでこの壁がないやつを見ると、なんかなんでアイパンなんできるんだよとかって思ったりするんだけども、壁は絶対存在します。で、壁、じゃあどうやって乗り越えるかってことなんですけど、まあいくつか、乗り越える時のポイントはあるかなと思いますが、一番大事なのはやっぱり根性なんですよね。根性、が一番大事ですね。で、根性ないと正直、この壁乗り越えられないです。僕も何回も壁にぶつかりました。YouTube 配信し始めてからも壁にぶつかりました。僕最初の1年間全然伸びなかったですからね、再生数。まあ勉強系じゃなくていろんなことやってたからっていうのも一つなんですけど、全然再生数伸びなかったんですよ。もう壁ですよね。全然再生数伸びないわ、誰も動画見てくれないっていう壁だったんですよね。で、そこから、まあ、ある程度伸びるようになってきました。まあ、どういう動画が視聴者さん見たいかっていうのはなんとなく分かってきたりとかっていうのが、この壁なんかとりあえずいろいろやってるんだけど全然伸びない。でもそこは根性を出して粘って粘って粘るっていうことが必要になります。で、もう一個が、やっぱり夢を見ることなんですよね。根性だけだとどうしようもないから、いや、できるはず、自分には絶対できるっていう夢を持つこと、あ、私はできるはずだっていう気持ちを持つことっていうのがすごい大事になります。で、この夢を持つときに考えてほしいのが、だって他のやつはできてるじゃんっていうことなんですよ。他のやつはできてるから自分にもできるはずって思うんですよね。で、例えばですけど、東大とか京大ってめっちゃすごいって思ってるかもしれないけど、同年代の高校生が東大京大に6000人受かってるんですよ。多分東高と一橋合わせたら1万人受かってるはずです。大体1万人受かってるんですよ。1万人全国で受かってたら自分だって入れる気しませんか。だって受験生全体でまあ50万人くらいしかいないんですよ。50万人中1万人も受かってるんだったらいけますよ。だから他のやつができてるんだから俺もできるはずっていう夢を持ちましょう。で、あとは根性を出して頑張るということになります。で、最後3つ目として、まあ大事なのがやっぱり頭を使う、少しだけ頭を使うってやつですね。頭を使うで、まあ要領のいい勉強をやっぱり皆さんにしてほしいんで、まあ僕の配信してる情報、あるいは他の配信者さんでもいいんで、他の配信者さんの情報とかを仕入れて、あ、こういう風に勉強すればいいんだっていう勉強法を勉強するっていうことが必要です。はい、ただまあ主にこの2つですよね。僕ガールズ&パンツァーっていうアニメが好きなんですけど、もう劇場版とか多分ね20回ぐらい見ました。 DVD ね、見ました。めっちゃ面白いんですけど、ガールズ&パンツァーの中に少しだけ頭使ってあとは根性っていうセリフがあって、まさにそれなんですよ。少しだけ頭使ってあとは根性なんですよね。もう壁にぶつかった時って理屈ないんですよ。だっていつまでにこういう成績がパンと上がるかっていう目安もない。
人によって才能も違う、センスも違う、バックグラウンドも違う。だから正直いつまでにこれぐらい成績上がるよって断言できません。断言できないし、正直ここはもう夢を見て走り抜けとしか言いようがないです。僕も、こうこうこうすればいいよっていうアドバイスはするんだけれども、でももうあとは夢を見て走り抜けとしか言いようがない。いつまでにこれぐらい成績上がるよって言いにくいから言いようないんですけど、でも少しだけ頭使ってあとは根性なんです、受験勉強っていうのは。で大半の受験生が根性を出せずに終わるんです。で 1% の受験生がパンと成績上がるんですね。で 1% の受験生がどうなるかっていうと、東大とか京大受かってる、まあ正確には 2% ぐらいかなは受かってるんですよ。だからやっぱり50万人中1万人ぐらいが東大京大とか東工大一橋受かってるっていうのは、まあそういう理屈なんですよね。ここをなんとかできるのが大体 1% から 2% だけだということなんですよ、ね。少しだけ頭使ってあとは根性で頑張りましょう。はい、ということで今回は壁にぶつかった時の話をしました。これです。少しだけ頭使ってあとは根性です。頑張ろうね。はい、まあ頭使う部分は僕がやってます。動画配信している動画とかで見てもらったらいいと思うし、あと僕は受験コーチもやってるんですけど、その人たちには僕が頭を使ってこれやってくださいねっていうのを言ってます。ただあとは根性で夢を見ること、この2つですねを頑張っていきましょうということで、今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。ちなみにですけど、イチローは壁にぶつかった時は神が壁を用意してくれてるみたいなふうに考えるらしいですね。神様が越えれるって思ってるからこそ壁が出てくるんだと思ってるらしいです。すごいメンタルだと思うんですけど、まあ、イチローは、まあ、言ってみたら過去の自分が最大のライバルじゃないですか。でもそういう感じじゃないからね、受験勉強って。だって1万人も受かってるんですよ。東大とか京大とか一浪になるのに比べたら余裕ですよ。だってやり方も分かってるし、参考書もいっぱいあるし、僕みたいな配信者もいっぱいいて情報もあるんだから、これは簡単ですよ。一緒に頑張ろうね。ぜひ受かりましょう。最後になりますが、この動画の動画概要欄の URL クリックしてください。メルマガの受信ができます。30秒くらいで登録できるんですぐ登録してください。メルマガでは、受験勉強に役立つ情報を含めいろいろ配信しています。セミナーとかの事前の情報とかね、いろいろ配信しているんで、よかったらメルマガを受け取ってください。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。